はい、皆さんこんばんは。今夜もハーレーの時間がやってまいりました。ハーレーダビッドソン東久留米の伊藤誠です。はい、で今日のお題はですね、2024年伊藤誠の勝手に予想ということでね、やっていきたいと思います。はい、今年ね、2023年はハーレーダビッドソンね、生誕ね120周年ということで、いろんなね限定モデルが出るんじゃないかというとね、去年のちょうど今ぐらいですかね、ね、ちょっとあのいろんな予想出ましたね。限定カラーが出るんじゃないか、限定モデルはこういうのが出るんじゃないか、まあ今年に関しましては CVO が、ね、出ましたね。まずね、あとはエンスジアコレクションですとか、まあ、アイコンコレクションもね、かっこいいの出ましたね。ハイウェイキングとかね、まあ、そういうのもね結構あって、充実した1年だったんじゃないでしょうか、ね、あと最後の方にね 300X シリーズも出ましたよね。パラレルツインがね、あれもすごくね話題を呼びました。ではですね、2024年は、まあ、120周年ではないんですけれども、まあ、そのね120年周年の流れでね、どういったねこのコンセプトで、まあハーレーが打ち出してくる、まあ、我々も一切分かりませんのでね、それで大胆に伊藤誠がですね予想していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、2024年ねどういったラインナップが来るのかというのはですね、まずはちょっとねこれの予想をしていきたいと思います。はい、でこちらがですね2023年のね、これはねの初頭ですね、これが出ますよっていうので我々に配られたものなんですけれども、この中には途中から出た限定モデルとして出たねモデルですとか、あとね CVO 途中で、夏に発表になりましたよね、ロードグライドとストリートグライド、これが入ってません。あと X シリーズも入ってないです。それが来年のモデルは組み込まれることは、まあ多分ほぼ間違いないんじゃないかと思います。はい、この中に ね、じゃあ一体ねどういうふうにこれがね様変わりしていくのかというのをちょっとね見ていくんですけれども、まずですねこっちのねアニバーサリーモデル120周年、これはまあまずなくなりますよね、このカラーリングに関しましては。でその隣に行きます。その隣のこれがツーリングモデルとかのモデル、グランドツーリングなんですけれども、これに関しましてはカラーリングですとか金額の変更はあるにしろ、これがねなくなっちゃうよ、これがまた増えるよっていうのはね、そんなにないと思います。さっき言ったら CVO がこの中に追加されるんじゃないかっていうことはね、大体もう予測はできるんですけれども、この辺が大きく様変わりして、ね、全然違うモデルが入るよっていうことはね多分ないと思います。もしかしたら、アイコンコレクションですとかそういうのでねまた違う発表があるのかもしれないんですけども、今のところここら辺は動くっていうのはちょっとあまり予測はできないですね。じゃあですね、その隣行きまして、このクルーザーと呼ばれるねミルオケ8のソフトエールモデル、こちらはですねちょっと変わってくるんじゃないのっていうのをね、ちょっと予想していきたいと思います。まずですね、このブレイクアウトね、海外のサイトですとかちょっと SNS なんかでね、もういくつか2024年ってね書いてあるものがもう発表というかね、もう見えてるのありますよね。その中にこのブレイクアウトのね、このブレイクアウト自体は11なら変わらないんですけれども、カラーリングね、カラーリングがブルー、はい、シャークノーズブルーっていうのがね私ちょっと見ました。ちょっとねただの青じゃなくって、ちょっとね薄い青なんですよね。そういうのがちょっとね見えましたね。あとねこのローライダー ST ね、これが、ね、赤いのがあったんですよ、真っ赤なやつ。ディアブロではないんですけども、ちょっと赤いのがねお目見えしました。なのでここら辺のカラーリングの展開、車両としては残るんですけど、カラーリングの展開が、ね、結構バリエーションが増えるんじゃないかなっていうのが予想されます。僕の理想としてはローライダー ST のオレンジなんですよ。誰か塗ってください。114のモデルね、この辺はですね結構、変わってくるのかなとか、あとなくなってしまうのかなっていうのをちょっとね予想していくんですけども、まずね、ソフテイルスタンダードとストリートボブね、この辺に関してはもしかしたらでどっちか1台なくなってしまうのかもねっていうのが、ちょっと囁かれてます。その下のこのファットボブ、これもですねちょっともしかしたら日本での、ね、発売はないよとか、そんな感じの、話をちらっと聞きました。これ正確ではありません。もしかしたらなくなってしまいますよねっていうことです。はい、そしてですねその下に行きます、ヘリテージですね、はい、114、こちらも、今クラシックで今2つあるんですけれども、まあ、こういう風にしてカラー展開はそこまでないにしろ、もしかしたらこの辺も、まあ、残るとは思うんですけれども、これがなくなるとかね、この今スポーツグライドって書いてあるんですね、これがなくなっちゃうよって、まあ、ファットボーイは多分残ると思います、はい、ファットボーイは残ると思います。ただこれはもしかしたらちょっと分かんないよねっていうのが、ね、言われてますね。はい、ということがね、予想され、予想ね、これ勝手な私の予想ね、予想されます。はい、ではですねそのさらに奥いきます、スポーツスターじゃないね、スポーツモデル、
スポーツモデル、はい、スポーツスター S、ナイトスタースペシャル、ナイトスター、そして、その下ですね、レボリューションマックスエンジンで同じのが1250のパンアメリカ、それからパンアメリカスペシャルとスペシャルとパンアメリカね、はい、この辺がじゃあどうなっていくのってことなんですけれども、まずねナイトスターもこれどっちかでいいんじゃないの、それはやっぱりスペシャルの方残りますよね多分ね、これが多分1台になるんじゃないかなと思います、はい、あスポーツはこっちね、こっちでスポーツスタイルはそれも残るんじゃないかなというふうに予想されます、はい、そしてですね、パンアメリカの方ですね、グランドアドベンチャーツーリングなんですけど、これも、スペシャルだけを残してこっちの、スタンダードの方ですね、こちらはもうなくなってしまうんじゃないかなというふうに予想されます、うん、それがねちょっと大胆な予想でもざっとなんですけど、この中で見るとちょっとこの辺は来年もしかしたら出ないかもよっていうのをちょっとね予想させていただきました。ではですね、ここからがちょっと問題です。大胆予想で今回この中にね、もしね、まあ、限定で発売されるのか、それとも最初からこの中に組み込まれるかわからないんですけれども、ちょっと私の予想でね、そろそろこれが、はい、こちらですね、これがですねライブワイヤーって書いてあります。こちらがそろそろ発表というか発売になるんじゃないかな、来年2020年もしくは2025年ぐらいでこれがね発売になるんじゃないかなっていうのをちょっと予想させていただきます。どういうことかっていうと、最近のこの、ね、エネルギー開発の事情ですとかそういうのを見ていきますと、結構ねそのポータブル電源ですとかそういうのはねかなり進化してきてるんですよね。容量がどん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 大きくなっていくんですけれども、大きさはそれほど変わらないです。それもしかしたらちっちゃくなってるのもあるかもしれない。あとねちょっと前なんですけれども、トヨタの方がね、全固体電池を発表しましたよね。ああいうのの流れから見るとちょっとそろそろこっちのね動きが出てきたんじゃないかなっていうのはちょっと予想されます。2020年21年で、この計画に関しては一回白紙に戻ったんですけど、開発の方は続いてるんですね。でそれもサイトで見れます。なのでこれがもしかしたらどういう形か分からないですけど発表になるんじゃないかと思います、ね、でちょっとねおさらいしますと、そのライブワイヤーが、我々の方 に届くときにどれいうコンセプトだったのかっていうのをちょっとね簡単に見ていくんですけども、まずね 0% から 100% まで満充電にするまでに、大体、一般の家庭で 12.5 時間かかったんですね。そして急速充電だと 0% から 100% まで1時間かかったんですよ。この辺がもしかしたらもう変わって出てくるんじゃないかなとかね。あとね市街地走行だとフル充電で235キロ走ります。はい、で高速だと152キロ走れますっていうのなんですけど、この辺も多分変わってきて、アップデートされて我々の手元に届くんじゃないかなとか発表になるんじゃないかなっていうのがちょっと予想されるんですよね、はい、いろいろあるんですけれども、そろそろ、ね、X シリーズが出たりですとか皆さんに乗りやすいモデルは出てくるんですけれども、やっぱり電動化の動き EV の動きっていうのは止めることはできません、はい、近年のやっぱりこの温暖化がね進んだ中でやっぱりハーレーも何かしらの動きをしてくるはずです。そうするとこのライブワイヤー計画がまたですね日本に上陸する可能性があるというのをちょっとね伊藤誠が予測させていただきます、はい、ということでね最後ちょっとね、大胆すぎるね予想をしましたが、はい、いかがでしたでしょうかね、はい、今夜もハーレーね、まあ、またねちょっと、まあ、大胆本当に大胆ですね、本当に来年発売するかどうかわからないし勝手に私が言っただけなのでどうなるかわからないんですけども、ちょっとね皆さんもね、あもしかしたらそれあるかもなっていうのね、これどうなのかなっていうのもあるかもしれませんので、ね、ちょっとその辺楽しみにしていただければと思います、はい、先ほどねお話に出ましたねライブワイヤーなんですけども、2020年ですねのね夏に発売予定ということになってましたよね。それぐらいに発売予定となったんですけども、たまたまね5月に私がラジオでね、朝のご飯を作りながらこれラジオいつも聞いてるんですけど、それラジオで、なんか発売がなんか早まったのかな、5月発売ですとかいうねラジオが入ってきたんですよたまたまね。でと思って、じゃうち工事やってないんですけど、あの俺工事に関しましては、工事というかね取り扱いに関しましてはライブワイヤーの全店舗でできるわけじゃないんですよ、はい、やりたいですって手を挙げて、それではい、あのお宅のディーラーさんはやって OK ですって OK が出ないとできないの でうちはなんとかその OK が出てね、じゃあやりましょうってことになったんですよね。はい、でそれで、まあ電気ステーションの代わり電気ステーションをちゃんと設置してくださいね、その工事をしてくださいねっていうことだったんですけれども、まあそのもたもたしてですね、その工事がですね5月までできなかったんですよね。ああどうしようどうしようっていう間でできなかったんですよね、はい、そうしましたらそのラジオから、はい、今月末にもう発売予定ですって言うんで、あれもう間に合わないじゃん今から工事してもどうしようなんて言ってね、それでまあ、あの問い合わせと、まあ、ちょっとその話はちょっとねなくなってしまいましたっていうのをねちょっと一報を受けたんですよね。ということでそこでライブワイヤーの計画
終わってしまいました。でそれを先に聞いたものですから私もね、花園店のね、あの美人店長の、ユミちゃんにもね、ユミさんにもね電話したんですけどね、それやっぱ知らなくって、もう工事しちゃいましたーっていうことだったので、ちょっともう終わっちゃったディーラーさんも結構あったんじゃないかなと思います。うちはたまたまそのもたもたしてたおかげでね、工事したかったんですけど、いよいよね今度ねライブワイヤー発売となるとうちも工事しなきゃいけないのでね、その辺はね皆さんご安心していただければと思います。ということでね、今夜もハーレーね、誠の勝手な予想ということで、勝手にね大胆予想で最後はライブワイヤーがこれ来るんじゃないかななんて思ったんですけど、今までの話は勝手な予想ですから私もね。なのでこれが発売になるとなった時、ライブワイヤー発売になるとなった時に工事始めますんで、その辺はね皆さんご安心して、当店までねお問い合わせいただければと思います。ということでね、今日も伊藤誠が今夜もハーレーお送りさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。はい、今日ね私が着てるのはねこれね、中ね見るとね毛が入ってるからね、毛が入ってるね、これ胸毛じゃないんですよ、毛が入ってる、これすっごいあったかいんですよ、これ汗かいちゃってあったかいんですよ、こういう感じで、裏のちょっとかっこいいですね、こういうね、はい、フードにもねこれ毛が入ってるんですね、最近当たり前ですね。はい、こういうのがね、オンラインショップでもね発売してるのでぜひねお問い合わせください。ということで、あ、これなんかね、あとここがね、なんか鉄がついてる。ブランブランちゃんとね下にこうフィットして、こうこういう風になってる。